今回この焚き火台で目指したのは世界で一番燃費がいい焚き火台、焚き火界のプリウスを目指しました。今回の焚き火台、なんと拾った薪一つかみでいいんです。いや、もはや薪じゃなくて枝でいいんです。一つかみの枝で焚き火ができます。この一つかみなら都会でも多分そこら辺の公園の木の下とか茂みとか側溝とか覗けば1分で集まると思います。この焚き火台、なんとこの一つかみで 300ml のお湯を沸かせます。この一つかみでカップ麺作ったりコーヒー飲むのには十分な量のお湯を作ることができます。で、僕が2021年 KLX125 で2022年にハンター株で日本一周した時、今回の焚き火台のプロトタイプを使って日本一周してきました。125cc のバイクにこの焚き火台を積んで、毎晩一つかみだけ枝を探してきて、それで料理したりコーヒー入れたりという旅をしていました。もちろんガスバーナーを持って行ったんですけれども、ほとんど使えませんでした。ここで2022年の日本一周中の僕の動画をご覧ください。ということで、750ml のお湯が沸きました。蓋を閉めればより早く、お湯が沸騰するかなというふうに思います。この焚き火台じゃなかったらね、拾った薪でお湯沸かせないと思うので、すごく日本一周には便利な焚き火台なんじゃないかなというふうに思います。最高ですよ、日本一周中とか旅しながらの焚き火台って。しかもそのための薪は現地調達っていう、もうアドレナリンドバドバの状態です。まあ、俺旅してるなって思わせてくれる、そんな焚き火台を今回作りました。どうも皆さん、こんにちは、モロケンです。今回なんとついに旅人専用の焚き火台を作りました。今回目指したのはガスバーナーが不要で、この焚き火台だけで日本一周ができるということ。この後ろポケットにこういったちっちゃな焚き火台ってめちゃくちゃあるんですよ。こういったちっちゃな焚き火台って収納時はちっちゃくなりますけども、結局組み立てたらたくさんの薪が必要じゃないですかね。1泊2日のキャンプだったり薪が売ってるキャンプ場ならいいんですけども、日本一周中はそうはいきませんよね。焚き火台自体はちっちゃいけれども、薪の問題っていうのがあって、こう日本一周中の焚き火っていうのは今まで無理だったんですよ。けどな、なんかこう日本一周ってこう星空見ながら、夕日見ながら、こう海を見ながら、こう焚き火してこうバーッとこう自分の世界に入ってるみたいな、まあ、そういうイメージがあったんですけど、今まで無理やったんですよ、それが。なんでそういった焚き火台、旅人専用の焚き火台があったらいいなってもうずーっと10年前から思ってたんで、今回3年の開発期間を経て開発しました。旅人専用の焚き火台です。この焚き火台には収納ケースにもなるステンレスのクッカーと蓋も付属しています。5キロで548円の薪を 100g にして、これを使って 500ml のお湯を沸かします。沸騰した後残った薪の重さを測ってみると 38g、 使った薪は 62g で 6.79 円使った計算になります。次に外のガスバーナーに岩谷のガス管をセットして、同じく 500ml のお湯を沸かしてみました。新品時のガス管の重さは 252g、500ml のお湯が沸騰した時残りは 240g になっていました。ガス缶は 12g 使ったので 12.42 円使ったことになります。同じ 500ml のお湯を沸かすのにガスだと 12.42 円、今回紹介する焚き火台だと 6.79 円とほぼ倍に近い燃費の差が出ました。焚き火台自体がどんだけ小さくても薪がたくさん必要なのであれば、それって意味ないやんってなってたんですよね。こういった小さな焚き火台に枝を植えても燃焼効率が良すぎてすぐに燃え尽きてしまうので、ある程度の薪が必要になり、旅中は実用的ではありませんでした。今回製作した焚き火台がなぜこんなに燃費がいいのかというと、2つの理由があります。1つ目は空気の量を絞っているからです。これよく見ると空気の取り込み口ってここしかないんです。外側に開いてる穴は二次燃焼用なので関係ないです。一方こっちは360度どこからでも空気を取り込めるので、空気つまり酸素の量は全然違うのは分かると思います。送り込む空気の量をあえて少なくしてゆっくり燃やしてあげることを目的とした焚き火台です。2つ目は重いからです。この焚き火台実は1つだけ大きな弱点があります。それは重いということ。焚き火台だけで 970g あります。まあ、約 1kg ですね。重い理由にはしっかりと理由があります。ステンレスを二重構造にして断熱されているからです。焚き火台とロケットストーブは合わせたような構造になっています。二重構造にして重くした理由は蓄熱性を持たせたかったということ。薪ストーブを使う方はよく聞くと思うんですけど、ドラフトって言葉があります。めっちゃ簡単に言うと、温度が高ければ空気を吸い込む力が増えるって感じです。燃焼から発生する木質のガスを高温に保つことで強力な上昇気流が発生します。本体を分厚くして蓄熱性を持たせることで焚き火台の温度が高い状態を維持できるようにしました。そうすると空気を吸い込む力が大きくなって、この小さな吸気口からいっぱい空気を吸い込もうとする力が働きます。だから低燃費だけど火力も高くなっています。
旅用の焚き火台なのに重くするなんて逆行してるじゃないかと思うかもしれませんが、この重さ二重構造であるという点が火力が出て低燃費である秘訣なんです。本体を分厚くして蓄熱性を持たせてドラフト力を大きくすることによって低燃費だけど火力も高い焚き火台になりました。逆に言うと小さいだけの焚き火台は火力は高いけれども燃費が悪くて毎日薪を現地調達するようなそんな旅には向いてない焚き火台なんです。はい、今回なんと、この焚き火台に加えてこのステンレスのケトルも、付属しています。ステンレスのこのケトル1リットル分のケトルと、その蓋ですね、フライパンにもなりますし、お湯も沸かすことができる、こういう風に蓋もできるっていう感じですね。でこの、ケトルの中にこの焚き火台がすっぽり入るように、設計されてるんで、焚き火台結構汚れちゃいますけども、このケトルの中に入れちゃえば、このケトルをねこうやって持ち出せばこんな風によいしょ、はい、こんな感じで、この中に焚き火台が入ってるみたいな感じでこのまま持ち出すことができます。でこれを入れる、袋ですね、こういった普通の袋ですけども、こういった袋も付属してるんで、こうどうしてもねこう下真っ黒になって、荷物とかが汚れちゃうんですけども、まあ、この袋に入れて、持ち運ぶことができます。この袋も、付属してます。でもう一個ですね、今回なんと特別なんですけども、この、アルミのクッカーですね、これも、付属します。このクッカーはね別にこういう風に入れたとしてももうはみ出る別になんと専用品というわけではないんですけども、まあ、おまけみたいな感じで、今回ついてます。でここにね、取っ手もついてますし、ここにこう引っ掛ける、輪っかもついてます。まあ、なんで、こういう風にねなんか焚き火台のところにこういう風に置いて使ってもいいですし、まあアルミクッカーも、付属してるんだということで、ちょっとお得な、感じになっています。この焚き火台と、それを収納できる、専用の、クッカー、アルミクッカー、そしてこの収納袋、この4つですね、4点全て含めて 19,999円となっております。初回限定の、予約販売で、5000引きの 14,999円で販売しております。ポイントこれいかがだったでしょうか。旅人専用の焚き火台を、製作して、販売開始しますという、お知らせでした。販売はですね、タンスの源さん、福岡の会社のタンスの源さんという、会社さんがやってまして、ホームページだったり、Amazon で買うことができます。この焚き火台に関するより詳しい情報、販売情報だったりスペックとかそういうのは概要欄か、概要欄に貼ってある URL の方に、書いてあると思うので、気になる方はぜひ押してみてください。ということで今回はこれで終わりたいと思います。今年かね、来年ぐらいはこの焚き火台だけを使って僕も日本一周したいなと思います。ということでまた次回の動画でお会いしましょう。ではまた。